まずドン・キホーテのグランパルドゥです。このバレエはもちろんスペインの文豪セルバンテスの名作を元にしてはいますが、そこはバレエのことです。ドン・キホーテ主従は脇役に回りまして、若い男女が主役です。舞台はバルセロナ、キトリとバジルが主役で、このバレエのおしまい近く、2人の結婚式の場面で主役の2人が踊ります。
先ほどからグランパドドゥという言葉が出ていますが、これは通常はバレエのクライマックスで主役の2人が踊るものです。大抵は4つの部分からなっています。今の初めの部分はアダージュと言いまして、主役の2人が組んで踊りました。続いては男性が激しい跳躍や回転を披露する部分です。小島直也さんです。華々しいテクニックを見せたのは小島直也さんです。彼は今年の秋からニューヨークにありますアメリカを代表するバレエ団アメリカンバレエシアターに参加することになっています。続いては女性のソロです。やはり牧阿佐美バレエ団の酒井花さんです。酒井花さん、牧阿佐美バレエ団の若手のホープです。ドンキホーテのグランパドゥドゥ、おしまいの部分は2人が難しいテクニックを競い合うコーダの部分です。片足での回転、グランフェッテアントゥールナン、酒井さんの見事な演技でコーダは一時中断されました。
坂井花さんと小島直也さんが華やかなテクニックを披露したコーダです。ドン・キホーテのグランパドゥドゥが締めくくられました。このようなグランパドゥドゥは19世紀後半になって完成された形式的、様式的な古典バレエの最大の見せ場ですが、今日では独立しても上演されることも多くて、このドン・キホーテのグランパドゥドゥもバレエコンサートだけでなくコンクールの課題曲にも取り上げられるなどして人気抜群の演目なんです。